こんにちは、ゴルフコーチの下田匠です。今回はこのヘッドカバーを使った飛距離をアップさせる練習ドリルの応用編をご紹介していきます。で、過去の2つの動画でですね、このヘッドカバーを、右脇に挟むドリルと左脇に挟むドリルをご紹介しました。で、今回はそれらをですね、混ぜたですね、両脇にヘッドカバーを挟んだ練習ドリルをご紹介していきます。で、まず左側にヘッドカバー、左の脇にヘッドカバーを挟みます。で、もう一つは右脇にヘッドカバーを挟みます。こんな感じになります。で、この状態からアドレスを構えてバックスイングできる限りバックスイングした後、フォロースルーにかけて両脇のヘッドカバーを地面に落としつつ、さらには体の左側にこのヘッドカバーを落としていきます。で、ダウンスイングではヘッドカバー落とさない状態から、このように両脇のヘッドカバーをフォロースルーで落とします。で、それによってですね、フォロースルーにかけて両脇が適度にスペースが生まれて大きいフォロースルーを作ることができます。で、これどちらか片方だけできても効果があるんですが、これ2つ同時にできるとより効果があります。で、これを行う時にはですね、今までのそれぞれのドリルと同じように、できるだけ左側に遠くに飛ばすというイメージになります。で、これちょっとスピードを早めてやってみます。で、そうするとフォロースルーが非常に大きいイメージというのを体に覚えさせることができると思います。で、まずこれ一つずつそれぞれ右脇左脇で行ってみて、なんとなくイメージができてきたら、今日ご紹介したような2つのヘッドカバーを両脇に挟んでドリルを行ってみてください。で、これを行うことによって大きいフォロースルーというのを作りやすくなります。ぜひですね、試してみてください。